大久保昇は日本の実業家、京都府京都市出身、日本人の漢字力向上に寄与した日本漢字能力検定協会を設立。1958年、同志社大学経済学部卒業後、松下電工株式会社に就職。父の死を機に1970年に実家の新聞販売店を継ぐ。思考外にビルを建て、後の協会の母体。 株式会社オークを1971年に創業した。貸しビル業を営み、学習塾、文化教室、天然酵母パンなどのテナントを持った。貸しビル業の取引先の一つに漢字塾があり、そこに着目。当時は第二次ベビーブームのこの急増期でもあり、教育ビジネスは将来性があると思い、多くの経営を軌道に乗せ、新たな事業を模索。 英検があるなら、関検があってもいいと着想。1975年に塾に勤める元教諭らの勧めで、任意団体の日本漢字能力検定協会を設立。しかし当初は学校を回っても、業者テストはいらないと断られ、初回の受験者は672人にとどまった。1992年に受験者を増やすには、国のお墨付きが必要と考え、 当時の文部省に働きかけ、教会を財団法人にする認可を取り付け、大久保は理事長に就任した。面会した同省幹部は漢字を通じた生涯学習という発想は良く、熱い思いを感じたと同感。官権は、1992年から正式に文部省の認定資格となる。1995年には年末恒例の今年の漢字が京都、 清水寺で始まる。この今年の漢字で知名度が上がり、さらに関県を単位認定や入学優遇に使用する高校、短大、大学が増え、2008年度には志願者が289万人にも達した。学校を挙げて関県の受験に取り組む小学校があったり、中学校、高校でも多くの学校が受験を推奨するようになった。ゲームや クイズ番組も誕生し、日本全国に漢字ブームが巻き起こった。1997年には日本、語文書能力検定協会設立し、理事長に就任。これらの功績から、1996年に根獣法賞を受賞また、2006年には、随法総高章勲章授与。社会貢献としては、ロータリークラブや日本国際連合協会、 京都経済同友会などの要職に就任、各団体へ多額の寄付を行った。2009年に関係協会事件が起き、責任を問われた。ありがとうございます。